小帝小帝は五冠の第三代皇帝。父は明帝で、その一を。聖母は古貴人。60年に3歳で皇太子に立てられ、75年に父の明帝が死去すると19歳で即位した。同時に着母である馬皇后が皇太后に立てられて貢献した。馬皇太后は身を包み、実家の馬氏一族が、 好意に取り立てられることを拒んだので、朝帝の時代には五漢王朝の宿兵となった外籍の先見が表に現れることはなかった。聖母の家高人は、明帝の制裁である馬皇后と十姉妹同士で仲が良かったと言われる。父の明帝が放置政治を行ったのに対し、朝帝は幼少の頃から儒学を好み、儒学の特目にかなった寛容な独自政治を敷いた。 そのため、経済や文化は大きく発展した。78年、当主を後方に立てる。79年、自ら、御事の利を下して、宮中の白古館に呪者を集め、五教のテキストの移動を議論させた。自身も会議に臨席するほど熱を入れて取り組み、四針半戸に命じて、この会議をもとに、古今の学説をまとめた、白古道義を編集させた。 斎翁との交通は、新たの滅亡後から、五感の初め頃まで一時と抱いていたが、明帝の時に、再び本格的な進出が始まった。昇帝の時代も、京都とそれに組みする斎翁諸国との戦いが続き、昭和元年には、班長らの活躍により、長らく男に背いていた、サ者を服属させることに成功した。馬皇太后の死後、皇后の当時は、子がなかったため、 皇太子、竜慶の聖母、宗隆人と別の巫女、竜はじめを生んだ張基人を憎んでおり、残言して二人とも死に追いやった。竜はじめは皇后の養子となった。八十二年、皇太子、竜慶を廃して、清川を落とし、巫女、竜はじめを皇太子に立てる。八十八年、三十二歳で死去した。その後、 十歳の劉はじめが和帝として即位し、和帝の擁立を取り仕切った、当氏は皇太后として幼い皇帝に代わって政治を取り、その実家の陶子をはじめとした、当氏一族が権勢を振るうようになった。こうして五官は外戚によって政治を左右される時代に入り、支配体制に揺らぎが生じるようになった。五官はその時々に権勢を振るった外戚が、 幼児や少年を皇帝として擁立することが繰り返したため、直系の行為がしばしば断絶し、和帝、安帝、小帝、執味門、官帝、霊帝と、冒系から皇帝を立てることが繰り返されたが、いずれも皇帝への擁立は、小帝の子孫から行われている。小帝の男子には、馬皇太后の親族である、宋貴人を母とし、生まれて、 すぐに皇太子に建てられた、竜慶、和帝として即位した、竜はじめの他に、つ前、し、善、ことぶき、平家宿、万歳の八子がいた。朝帝が最初に建てた、皇太子、竜慶は、側室の総高人が生んだ男子だった。その後、東皇后が、総貴人と竜はじめを生んだ張貴人を死に追いやった。剣発七年、五歳であった、竜慶は廃され、 清川を落とされ、劉はじめが皇太子となる。昭和2年、昭廷は亡くなり、劉はじめが即位する。しかし、このような経緯があっても、和帝は皇太子の頃から、兄、劉慶との兄弟仲が深くいつも行動を共に、しており、即位後も兄を身近に置いて、指示を義すほどで、劉慶も皇帝となった弟を立てて、忠実に仕えた。和帝の死の翌年、 和傾の子の小美門が没すると、竜慶の長男、竜が和傾の未亡人で実権を握った東皇大号によって皇帝に擁立され、安定となる。また、その他の御子も皆王に封ぜられて、諸皇王となるが、聖北王に封ぜられた竜久子の子から、安定の死後に擁立された小帝、没海王に封ぜられた竜剛の彦から、安定の孫王木門が3歳で死去した後、 擁立された、湿味門、果敢王に封ぜられた、竜界の子孫から毒殺された、湿味門に代わり、皇帝に建てられた官邸、霊帝の二帝が出た。明帝は、渡人に子がないゆえに、命じて、歌詞の生んだ竜を養わせる。永平三年に、竜は三歳で皇太子に建てられた。永平十八年秋八月、父の明帝が死去し、竜は十九歳で即位した。 呂母である、馬皇后を皇太后とし、明帝を建設領に葬った。冬10月、大社を実施するとともに招直を出し、大尉であった、長子の無を大夫とし、四空であった、無刀るを、大尉、六将所持とした。11月、植軍大使の大五輪を四空とした。西成将軍の皇兵に命じて、主戦に駐屯させ、主戦大使の断砲を使わせて、 勃起行為の高安氏を救わせた。この年に牛液が発生し、また警視と三州に大きなひでりがあったため、御事のりを出し、よ、助手において、施しを実行した。剣発元年春、正月、前年に起きた薬病と災害の対策の承諾を出した。主戦大衆の断法が、車氏を打ち大いに破った。勃起行為の勘を罷免した。二月、 武僚の中盤が反乱を起こした。3月、山陽と東るで地震が起きた。焦点は焦直を出し人材を募った。9月、栄章アイローエビスが反乱を起こした。冬10月、武僚軍の兵士が、半番を打ちこれを破り降参させた。11月、丘、両王の龍縁が無本し、丘両公に降格された。剣発2年春3月、焦点は焦直を出した。 ご頃の田室兵を取りやめた。栄章、古市、駅州の三軍の民が、アイローエビスを撃ち、これを破り平定した。夏四月、商店は商直を二回出した。六月、焼けあたり京が反乱を起こし、近城大衆の各隆が討伐したが敗れ、京は、関陽を侵略した。秋八月、社紀将軍大公の馬房が派遣され、これを撃ち平定した。建発三年三月、 貴人であった、当主を皇后とした。夏4月、馬房が、焼けあたり京を臨東に置いて破った。純月、西域狩芝の班長がシュートメズミを打ち大いに、破った。冬12月、馬房を正式に、社ャ将軍とした。武領の中盤が背いた。剣発4年春2月、大尉のムトールが死去した。夏4月、巫女の劉慶を皇太子とした。巨六王の竜康氏を、 高領王に、女南王の龍徹を、両王に、定山王の龍を、和洋王,王にそれぞれ、改め封し、巫女の龍強を戦場王に、龍禅を、平春王とした。5月、借機将軍の馬房が罷免され、首都の宝明を大尉に任命し、南洋大衆の勘恐れを首都に任命した。6月、皇太后の馬氏が死去し、明徳皇后と、送りなし秋7月に葬った。冬。 牛大駅があった。11月に商店は商直を出した。建発5年春2月、日食が起き、商店は商直を出した。3月、商店は商直を出した。計、世の諸軍の兵士が、武量中半番を打ち破った。夏5月、商店は商直を出した。台風の長子の無が死去した。この年に、西域り芝の班長は、ソロクを打ち、これを破った。 剣発6年春2月、老野王の竜慶が死去した。夏5月、長王の竜久が死去した。6月、大尉の方明が死去した。日食があった。秋7月、広塚佐能の投票を大尉に任命した。剣発7年春正月、廃王の竜タスク、最南王の竜安氏、東なる王の竜葵、中山王の竜縁、東海王の竜聖、老野王の竜境が来朝した。 夏6月、皇太子の竜慶を配立し、清川を落とし、代わりに、三子の竜はじめを皇太子とした。皇平王の竜戦を、西平王に、改め封した。秋8月に選定を、祭り、9月から、冬12月にかけて、巡察を実施し、河内や長安に行幸した。剣発8年春正月、東なる王の竜葵が死去した。夏6月、北郷土が降参した。 冬十二月、東へ巡視を実行し、陳流、両国、万葉、英妃をめぐった。この年に京市と軍国に命が発生した。元南元年春、正月、中山王の竜縁が来朝した。日南境外の万位が生斎と白地を剣じた。西洋の竜朝が死去した。二月、章帝は象直を出した。夏四月、東なる国を分割して、 東なる剣王のこの竜な王を人情王とした。6月、廃王の竜タスクが死去した。秋7月、章典は章直を出した。8月、大尉の投票が罷免され、広塚佐能の帝広氏が大尉となった。章典は章直を出し、南へ遵守した。9月、東なる王の竜忠氏が死去した。冬10月、章典は高陵まで強行し、露光大衆に命令して、 南学を祀らせ、調査、霊療大主に命令して、調査帝王、薄月節公、宇移林福君を祀らせた。帰還する途中、宛に立ち寄った。11月、商店の社川後に帰還した。12月、商店は商直を出した。現那2年春正月、商店は商直を出した。2月、四分歴を初めて用いた。商店は商直を出し、方策を祈願した。 東方へ遵守し、帝当において商店自ら工作を実行した。招勅を出した。災難へ行行する前、再び招勅を出した。3月、露国に行行し、東海安潮の御朝ぎを祀った。血里において孔子との72人の弟子を祭り、施しを行った。東なるに行行し、剣豪の御朝ぎを祀った。死者を使わして、帝当大号と共王領を祀った。 東亜に行行し、太閤山に登り、天井関へ至った。夏4月、商店の社川とに帰還した。5月、商店は商直を出し、施しを実行した。六皇軍を改めて六安国を置き、皇領を再び南軍に戻した。皇領王の竜安氏を六安王に改め封した。秋7月、商店は商直を出した。九月、商店は商直を出した。 災難王の竜康氏、中山王の竜園を祭りに参加させた。冬十一月、日南に至って、初めて官僚を閉じた。現那三年春正月、商店は商直を出した。北へ順守し、災難王の竜康氏、中山王の竜園、西平王の竜仙、六安王の竜康氏、学、西王の竜頭、Y 王の竜、人情王の竜なお、廃王の竜忠氏がみなしたがった。 ふところにおいて、商帝は自ら耕した。二月、商帝は、城山、義軍、清川、巨六、平原、東なる軍の大使と僧に布告を出した。中山に行行し、使者を使わせて、北、学を祀った。頂上を出た。元氏に戻り、三竹三と建造を、県石聖堂において祭り、明日にまた、建造を、資聖堂で祭り、皆で総額した。三月、 高村の礼に命じて、皇武帝を即位団において祀らせた。元氏に七年の養育を服した。朝に行行した。礼樹において、坊山を祀った。小帝の社川都に戻った。夏四月、大尉の帝広氏が免職となり、広塚佐野の総殿が大尉となった。五月、四空の大五輪が罷免され、ふとしの円安が四空となった。秋八月、 安雄に行行し、塩池を観覧した。九月、自ら安雄に至った。冬十月、北海洋の龍はじめが死去した。焼けあたり京が無本し、老生を侵略した。この年、西域長子の班長が、ソロクの王を討ち、これを切った。昭和元年春三月、森京行為の不育は背いた京を追撃したが、戦死した。六月、使徒の関を恐れが免職となった。 死空の円安が死徒となり、光六君の任界が死空となった。秋七月、聖王の劉明が有罪となり、武庫公に降格された。YO 王の劉が死去した。戦費が北前右を撃破し、これを切った。焼けあたり京が近所に侵略し、森京行為の劉がこれを打ち、その虚卒を切った。焦点は象直を出した。八月、焦点は南へ遵守した。 使者を使わして、奨励校を、古兼において祀った。人情王の龍南を呼び、水曜で会見した。針へ行行した。使者を使わして、灰の高原病、豊かふにレジャーを祀らせた。灰へ行行し、剣豪領を祀らせ、東海王の龍星を呼び会見した。日食が起きた。9月、昇邸は、北条へ行行し、東海王の龍星、灰王の龍ただし、 人情王の竜なをあみなしたがった。受春まで至った。章帝は象直を出した。また、岡良公の竜縁を、岡良王に復帰させた。何時陰に妙光した。冬十月、章帝の舎賀は都に戻った。北、郷土の野蘭王からが衆を率いて振った。この年、西域調子の班長は、サシャを撃ち、これを大いに破った。決死国が死者を送り不罰、死死を剣じた。 昭和2年春、正月、災難王の竜康氏、丘、両王の竜園、中山王の竜園が来朝した。2月、昭亭は、秋のり前殿において奉御した。33歳であった。関王朝系図、ありがとうございます。